積水ハウス株式会社は、大阪府大阪市北区日本社を置く日本の住宅メーカーである。1960年に、積水化学工業株式会社ハウス事業部を母体とし、同年の8月に独立をして、積水ハウス産業株式会社を、資本金1億円にて設立。1963年に、現在の社名の積水ハウス株式会社に称号を、 変更した。日経平均株価及びトピックスラージ70、JPX 日経インデックス400の構成名柄の一つ。2012年度の販売個数45,098個で、国内第1位。売上高は1兆223億円で、大和ハウス工業株式会社に次ぐ、第2位。輸送コストが北海道などに比べると割高なことを、 理由として、沖縄県では販売されていない。子会社には、積水ハウス不動産東京や、積水ハウスリフォームなどがある。社団法人プレハブ建築協会に加盟。緑会、サミズ会の会員企業であり、三和グループに属していると同時に、大輪会の会員企業である。同社のコーポレートメッセージは2021年10月現在。 スロースマートゆっくり生きてゆく、住まいの先進技術。また広告では、家に帰れば、積水ハウス、も使用されている。2001年より、5本の木計画として、自生種、在来種の植栽を進めており、2013年4月現在、累計植栽本数が900万本を突破した。 積水ハウスのエクステリア事業の売上高は587億円であり国内最大の造園会社である2008年に国際事業部を設置し海外事業へ参入した2009年のオーストラリアでの住宅事業参入を皮切りに新コランチプロジェクトにて米国への居住用不動産事業への参入も果たしているまた2012年には中国 新洋に鉄骨住宅生産工場が完成し、創業を開始した。日本の本格的な工業化住宅生産工場が中国に進出したのは、これが初めてである。2008年6月24日に環境省がエコファースト企業として認定。販売するすべての新築小建て住宅からの生活時の 二酸化炭素排出量を1990年比で6%削減すること、次世代省エネ基準以前に施行した約50万個の住宅の省エネリフォームを推進すること、太陽光発電や燃料電池の導入による二酸化炭素不住宅を推進することなどが約束された。2013年4月26日にグランフロント大阪ナレッジキャピタル内に スムフムラボをオープン。同時にダイアログインザダークとの競争プログラム、対話のある家を設置。2014年6月16日に、本社のある、梅田スカイビルを中心とする新梅田シティが、内閣総理大臣賞を受賞。この内閣総理大臣賞は、公益財団法人都市緑化機構が主催する、緑の都市賞の最上位である。 2016年3月11日、積水ハウスが1963年に建築した山崎屋及び薄池別荘がプレハブ住宅として初めて登録有形文化財に登録された。大手プラスチックメーカーである積水化学工業を母体とする積水ハウスは1963年にプラスチックを材料に住宅を完成させた。もろい上に コストが莫大にかかるためオールプラスチックによる住宅は断念したもののこの経験が元になり後に鉄骨とプラスチックを使用した新しいプレハブ住宅 A 型を完成させた販売体制についても A 型発売当初は母体であった積水化学工業が行っていた代理店販売方式を踏襲していたが東京都千代田区末広町に 日本初となる住宅展示場をオープンさせるなど直接販売方式へと移行した。積水ハウスは鉄骨系プレハブ住宅と木質系プレハブ住宅の両方を販売している。これに対して積水化学工業の住宅ブランドである積水ハイムは鉄骨ラーメン構造のボックス型ユニットを工場で生産し、 建築現場で組み立てるという方式を採用している。国土交通大臣認定の精神構造である地震動エネルギー吸収システムシーカスを開発。これまでの一般的な耐震システムでは、区体自体に損壊は見られないものの内装部への損傷が大きかったためできるだけ揺れを抑える構造が求められていた。ちなみに、同社独自の調査によれば、 これまでの構造でも、阪神、淡路大震災では、ブレースは数センチ伸びて揺れを吸収し、それ自体の損傷も、ほとんど見られなかったと言っている、エスバイエルの木質パネル一体工法に影響を受けている。エスバイエルが所有していた特許である、壁体内換気システムなどの特許が切れた後に、これらの工法を採用した。かつては2、2x4 工法も手掛けていたが、 石水化学工業が展開する、石水通友ホーム、三井ホームなどのライバルに苦戦し、1990年代に2、2倍4候法から撤退した。北海道東北関東中部北陸近畿、中国四国九州都市開発ビルホテル海外事業、CM 出演者現在過去他 CM、ソングテレビ90秒以上60秒2021年10月。 現在30秒2021年10月改編より新規。2021年10月改編より新規。2006年7月31日、同社に勤務する在日韓国人社員が人種に基づく差別的発言を受けたとして、同社の顧客に対して300万円の遺写料と謝罪広告の掲載を求める訴えを大阪地方裁判所に提起した。 なお、同社は、事件の訴訟費用を負担し、なおかつこの社員が裁判に出席する時間を、勤務時間とみなすなど、この訴訟を全面的に支援する方針であることを、表明している。一方、顧客側は、同社の欠陥工事を隠蔽した、不当請求が、事件の原因であると主張している。2007年4月に裁判所が和解を提案。 積水ハウスが提示した和解案を顧客側は受け入れなかったが、日本人男性が在日韓国人社員に対し、発言で原告の名誉感情を傷つけたことへの謝罪と遺写料ではなく、解決金として30万円を支払うことで8月31日に和解が成立した。在日本大官民国民団の機関紙によると、訴訟を起こした在日韓国人社員は、 裁判が始まって間もなく、アフターメンテナンスの勤務から外されたため、和解を受けて会社側に、現職復帰を願い出た。しかし、会社側の結論は出ていない。2007年8月27日、国土交通省近畿地方整備局は、マンションの新築工事で義務付けられている、管理技術者を置かなかったことなどを理由に、岐阜県、静岡県、愛知県、 三重県の東海4県で、積水ハウスに15日間の一部営業停止を命じた。これに伴い、同社は9月11日から9月25日まで、下記のテレビラジオ提供番組の CM を自粛している。さらに、同年9月11日、宮城県は、積水ハウスに対し、県発注の公共工事について5ヶ月間の、指名停止処分を決定。横浜市、 静岡県、三重県、大阪府、長野県、滋賀県、香川県、福岡市、熊本県も、同社を、指名停止処分とした。2007年9月21日、名古屋地方裁判所は、名古屋市の男性らが、自らが発注し、積水ハウスが建築していた住宅と車庫に欠陥がある年、すでに払った、建築代金と建築途上の建物の撤去を、 積水ハウスに対して求めた裁判において、請求をほぼ任用し、気払い金400万円と建築途中の建物の撤去を命じる判決を下した。2007年10月15日、国土交通省は横浜市の調査などによって、積水ハウスが計画した分譲マンションの構造計算書の偽造が発覚したと発表。その後の調査により、 構造設計を下請けしていた設計事務所の建築士によって偽造されていたことが分かった。同社が広島市安佐南区に建築を開始したアパートについて建築確認を受けず虚偽の確認番号を表示していたことが7月に判明した。広島市が同社に工事中止命令を出し、同社は建築途中の問題の建物を撤去。 改めて建築をやり直すことになった。同社の大阪南カスタマーセンターで2004年から勤務してきた派遣労働者の30歳代の女性が2008年8月末に12月に再雇用すると上司から告げられ退職したものの同年10月に3年間勤務した派遣社員の再雇用は問題があるなどと告げられ再雇用しないことを通告された。 これに対してこの女性は、2009年3月9日に、同社と人材派遣会社、リクルートスタッフィングの2社を相手取り、雇用契約の確認や慰謝料100万円の支払いを求め、大阪地裁に提訴した。他、この女性は、書類上は、応 a 機器のオペレーション業務とされていたが、実際の業務は、派遣期間が1年間に制限される電話応対、などだったため、 偽装派遣だとも主張している。同社が大阪国税局の税務調査により2005年1月期2009年1月期までの4年間に渡り約4億円の申告漏れを指摘されていたことが2010年3月に判明した。追徴税額は約1億3000万円。同社からの2011年10月22日付の報告により 電気工事業法の規定に違反して、電気工事業の届出を行っていない同社の社員が、電気工事を行ったこと及び電気工事司法第3条の規定に反して、電気工事を行った社員の一部は、電気工事士の資格を有していなかったことが明らかとなり、平成23年10月28日付で、経済産業証言子力安全、 保安院から厳重注意の処分を受けた。同社の滋賀県の工場に勤務していた女性社員が男性社員の多くが工場内の喫煙室を利用せず女性社員の勤務する密進室で喫煙をし続けていたことで受動喫煙状態となり2009年7月にタバコの煙に起因する化学物質過敏症と診断された。 女性社員は上司に掛け合ったが応じてもらえず、2011年12月に、同社を相手取り、遺写料などを求める訴えを、大阪地方裁判所に起こした。一審の大阪地裁は、原告の訴えを知りけたが、二審の大阪高等裁判所で2016年5月31日付で、積水ハウス側が、原告に対し、解決金。 約350万円を支払う内容で和解が成立した。事件の舞台となった西五反田の海機関2017年4月24日、東京都品川区の五反田駅から徒歩3分の立地にある旅館、海機関の所有者医、e、を名乗る女と約600坪の旅館敷地を70億円で購入する売買契約を締結。6月1日に売買の窓口となった。 生田ホールディングズ株式会社に所有権移転の仮投機、さらに同日、積水ハウスに移転請求権の仮投機がなされ、同日、売買代金のうち63億円を支払い、直ちに所有権移転投機を申請した。しかし6月9日に、法務局より所有者側の書類が申請ではないとして、不動産投機申請が却下され、6月24日には、 相続を原因として所有者 E の実定である二人の男性に所有権移転の登記がなされた。主犯格の男、池袋の K と呼ばれる所有者 E になりすました女を中心とした地面紙グループにより騙し取られたことが発覚した。9月15日、積水ハウスは警視庁に告訴状を提出した。なお、幾多社の本社所在地は登記上 元衆議院議員の小林幸喜の事務所となっているが、事務所側は、登記上、事務所にしていただけとしている。相続登記後、池袋の経営らとは、連絡が取れなくなり、63億円のうち、女からの預かり金7.5億円を相殺したが、残りは、回収不能と見込まれることから55.5億円の、特別損失を計上。事件の責任を取る形で、 会長の和田勇と社長の安倍としのりは2ヶ月間、減法20%、他の取締役は原、減法10%とする処分を発表。後に、和田の会長職が解任され、公認として就任した安倍と、株主総会で対立するなど、お家騒動の一因にもなった。2018年10月16日、警視庁、捜査2課は、 電磁的厚生証書原本不実記録未遂と偽造有印紙文書講使の容疑で地面紙グループの二人を逮捕。他のメンバーも今後逮捕する方針であると発表している。土地の本物の所有者は2017年5月にこの情報を知り、積水ハウスに偽造である旨を指摘する内容証明郵便を複数回送付していたにも、 関わらず、取引妨害とみなして調査することなく無視していたこと、偽造パスポートで本人確認をしただけだったことといった、ずさんな対応が明らかになっている。なお、この地面紙グループは2014年9月杉並区の約400平方メートルの土地について所有者の男性になりすまし、東京法務局に偽造した委任状などを提出し、 虚偽の所有権移転登記をしようとした疑いで2019年6月に逮捕。また、2015年に港区新橋の土地約160平方メートルを無断売却しようとした疑いで2020年3月25日に逮捕。さらに2016年12月渋谷区西原の宅地。 約250平方メートルについて所有者になりすまし、偽造した書類を使って移転登記した疑いで2020年2月12日に逮捕されている。事件の舞台となった海機関の土地は後に朝日火星系列の朝日火星不動産レジデンスが正式に取得。東京新聞の取材に対し、同社は2020年3月から建物などの 解体工事を行い、一旦さらちにした上でマンションなどの建設を予定していると回答した。ありがとうございます。